はい、どうも、下人前のゆきです。はい、じゃあね、今回は、ブライトね、新キラーのブライトを使って、遊んでいきたいなと思います。はい。まあ、今日はね、パークの紹介ですとか、ブライトってね、まあ、どんなキラーなのっていうのを、まあ、教えてね、いけたらなというふうに思いますと。じゃあね、まず、パークのね、紹介していきましょうか。ブライトの固有パークなんですけども、一つ目が、ドラゴンの掌握っていうね、パークでございますと。で、これが何かっていうと、発電機を蹴った後の、30秒間。で、その最初にね、その発電機にアクションを行った生存者は、叫び声を上げと。4秒間位置が判明し、60秒間無防備のステータス効果を受けますよと。強いですよね。これ見る限りは強そうだよな。まあ、強いんだけれども、まあ、ただね、ちょっとこの下の方に書いてある、ドラゴンの掌握には、80秒間のクールダウンがあると。1分20秒ね。1分20秒って長いっすよね。なかなかね、こう、強いんだけれども、何回もこう、使うことはできないと。連続でね、ちょっと使いたいタイミングが、なかなかね、使いたいタイミングで使えないと。ちょっと難しそうですよね、扱うのはね。で、二つ目のパーク。二つ目のパークが知能系ですね。で、これがめちゃくちゃ強い。ブライトの固有パークの中で、これが一番強いと思いますね、多分ね。まあ、僕の中ではって感じだけど。まあ、これ何かっていうと、生存者をね、負傷させると、その生存者の16メートル以内にあるパレットが15秒間ね、封鎖されますよと、使えなくなりますよっていうことだね。倒すことがね、できなくなるんですよ。なので、よく、板待ちするサバイバーさんとかにはめちゃくちゃ刺さる。なので、すぐね、ダウンをね、取ることができるんで、おすすめです。はい。で、これはね、呪いのパーク、失礼しました。呪いのトーテムですね。呪いのトーテムっていうことで、これがなくなっちゃうと、もう消えると。壊されちゃうとね、壊されちゃうと消えちゃうと。っていうことで、最後3つ目ですね。3つ目が不死と。で、まあ、これもね、強いっすね。まあ、破滅とか、一緒につけるとめちゃくちゃ強いと。不死の発動中、いずれかの無力なトーテムの6メートル以内にいる生存者のね、オーラが見えますよと。まあ、恵もうとしてる人とか、壊そうか。ね、トーテムを壊そうとしてる人とかがわかるよと。で、あと下の方ですね。まあ、さっき破滅のお話ししたんですけれども、この不死って、身代わりになってくれるんですよ。身代わりになってくれるんで、破滅をね、すぐ壊されない。破滅がすぐ壊されないんで、めちゃくちゃおすすめ。まあ別に破滅じゃなくてもね、デボアとかでも相性いいと思います。まあ今みたいなね、今回つけてる血の恩恵とかでもね、すごい相性がいいですよね。はい、てな感じで、パークの紹介はこれで終わりと。まああとはね、リジさんの下手くそだね、ブライトを見てと。見て楽しんでいきましょうって感じですね。さあ、ちょっと何もプレイの方見てなかったんですけれども、ここから見ていきましょうと。いやー、ほんと難しいですよね。この動画ね、初日に撮ったんですよ、初日。ブライトが出て、初日の時に撮った動画なんで、ごめんね、あまり上手くないです。で、そのブライトのね、こいつどんなキラーなのかっていうと、オブジェクトを、利用してね、うまく、チェイスしていくと。これがね、難しいんですよね。まあ、特にアドオンつけてなかったら、5回まで連続でこうぶつかってね、サバイバーさんを追うことができると。で、まあ、今みたいに1回ね、攻撃ミスったら、攻撃とかしたら、またチャージされます。5個にね。5個になったら、またできると。猛ダッシュで突撃ができるっていうね、感じですね。これ、ペンミン消えたな。なんか、ラグかったのかね、重たかったのかな、旋回ですかね。で、ちょっとその、ブライトの、なんだ、旋回？旋回がね、ちょっと対策ができない。対策ができないっていうか、攻撃がね、なかなか当てれないですね。あまり回らない？曲がらないか。
ちょっとね、しっかりサバイバーさんの方を追っていかないと、旋回にね、対応ができない。ちょっとサバイバーさんとの距離あるなとか、そこでね、旋回されたら結構もうかわされます。これがね、ちょっと難しい。しっかりサバイバーさんの近くまでね、もう背中ぐらいまで行って、殴らないと旋回されちゃうと。さあ、フェンミンを釣ってと。発電機が4台か。4台のサバイバーさんがまだ4人いますよ、と。これあれですね、もう、お話ししてたら、あれやね、もう、フシ消えてたね。いつ消えた？ いつ消えたん？このフシ。まあでもね、破滅が残ってると。身代わりになってくれて、破滅が残ってると。いや、強いっすよね。まあ、破滅ね、前の、アップデートでね、弱体化しちゃいましたけど、昔はね、200%後退するっていうね、内容だったんだけど、今はね、もう100%に、変わっちゃいましたね。まあ、それでもね、それでもやっぱ破滅残ってると強いですね。これさ、これどこにいたんだろうね。まあ、とりあえずキャンプしようか、みたいな考えから。さあ、ここね、しっかり当たって当たって、攻撃していく。いいですね。さあ、フェリックスね。イケメンを追っていきましょうか。オッケー、ちょっとローリーの家が厳しいか。うまいやん。うまいやん。初日にしては、ね、なかなか使えてるんじゃない？まあ実はね、この初日の日にも結構やったけどね。相当ね、ライブでやったからね。まあそれでもまだまだ下手くそですよね。オッケー。さあ、ここをしっかりね、しっかり当てて、このままクロちゃんを置いたいですね。オッケー、ナイス。いいよ、うまいよ。いいよ、いいよ。これは追うのか。いやー、それちょっと追いづらいんじゃないか、いけんのか。あー、うまい。ナイスタイミングで板使ったね。で、ナイスタイミングで板破壊できたね。で、このね、板破壊するときもすごいタイミングが難しいんですよ。板突撃する、手前でボタンが出るんですよね。そのボタンを押さないと、板壊すことできないです。本当に近づいてから壊そうと思っても、ボタンがね、もう出てこないんで、もう手前でしっかり壊していきましょうと。ここがね、ちょっと、ブライト使っててね、板破壊するの難しいなと思いましたね。さあ、フェンミンね、追っていきましょうか。まあ、ブライトが、来月かな？6月ね。6月の、8日から、シャードでね、買えるっていうことで、今はね、ちょっとセルで買えないわっていう人も、買えるんでね、ぜひ一緒にね、こう、ブライトマスターにね、なっていきましょう。まあ、って言うてもね、ゲジさん、僕、あんまブライト好きじゃないですよね。突進系がね、個人的にビリーとか、鬼とかね、まあ、突進する系がすごい苦手なんで、まあ、多分、めっちゃ極めるっていうことはないかもしれないですね。まあ、キラーはね、やっぱり相性がありますから、まあ、自分の得意なキラーを見つけてね、何かしら極めていきましょう。さあ、これでフェミン終わりですね。OK、いいね。いいんじゃない？なんか移動のね、仕方とかなんかこう、うまいよ。うまいんじゃないですか？さあ、しっかり注射打って、打ってからのさ、ここからはもう策的ですね。どこにいんのかなと。あれだね。破滅がなくなっちゃったね。OK。まあ、破滅が消えてもね、まあ、頑張っていくと。どこにいるのかな？あそこいたんですね。OK、クロちゃん発見と。クロちゃんってさ、もうなんか2回ぐらい釣ったような気しません？ 1 回かな？やっぱね、この、誰を何回釣ったかっていうのをね、やっぱキラさんはしっかり覚えておかないと、
やっぱ立ち回りもね、難しいですよね。いや、これね、これちょっと難しいな、やっぱな。さあ、そこに板があるのかな。そうだね。いやー、うまい。うまいですね。しっかり板を当てられている。まあ、これはね、しっかり割ろうね。よし。まあ、このまま、いいんじゃないかな。惜しい。あれだね、ローリーの家は行かない感じなんですね。半地下に行くのかな。でも、これは間に合いそうだね。OK、ナイス。よしよしよし。まあ一応ね、発電機見に行ってって感じかな。あれかな、なんかサウンドメーター出てたから、下にいんのかなみたいな勘違いしたんですかね。で、これクロちゃんを釣ってだね。クロちゃんをしっかり釣って、これ何回目なんだろうなぁ。あと、僕その、癒しの輪あんまね、壊さないですね。蹴る時間がね、僕はもったいないって思っちゃう人なんで、あんまりね、こう、壊しに行かないかな。全然ね、壊しに行っていいと思うんですけど、まあ、個人的にはね、まあ、性格の問題ですね。蹴る時間はちょっとめんどくせえなと思ってね。もう、蹴る時間があるなら、さっさとタクティクしましょうよ、と。これ回ってないんだよね。確かね、みんな隠密してたのかな、残りのフェリックスちゃんね。フェリックス、くんか。確かね、隠密すごいされて、大変だった気がする。そこら辺ちょっと難しいね。で、半地下に行かれたのかな？そうだね、半地下か？また、クロちゃんがね。クロちゃんが草のところで隠れてると。かわいいな。めちゃくちゃかわいいな、クロちゃんが。まあでもね、それはしっかりバレますよ。で、あとね、フェリックスが、二人と。こっからね、長いっす。確か長いっす。めちゃくちゃ隠密されます。これね、今、クイックマッチでやってるんですけども、最近、隠密するサバイバーさん増えてません？発電機もう4台とかさ、まあ今3台ですけども、まあ3台でもそうか。もう、キラ勝ったろうみたいなね。もうサバイバー負けたんだから早出てこいってね、個人的には思っちゃうんですけどね。いやー、でもまあ、ランクマだったらね、ランクマだったらこう、米が関係してきますから、ね、やっぱりこう、最後まで隠密したりとか、発電機とかね、やんないといけないんだけども、クイックでもね、ここまで隠密して、逃げる気、すごいな、みたいな。デジさんだったらね、僕がサバイバーだったら、もうこの状況はね、もうさっさと、姿現して、チェイスしてね、最後ね、ラスト抗って、終わろうかなって僕は思っちゃいますけどね。さあね、ほんとこれ発電機やってないんですよ。どこも発電機やってなくて、もうひたすらもうここ巡回するしかね、もうやることがないと。発電機がね、回ったところにいるかなってね、考えることできますけど、どこも回ってないからさ、これはね、マジで大変だった。回ってないですよね。めちゃくちゃ隠密されてますよね。まあなんだろうな、二人とも同じ性格なんですかね。まあ多分、まあこういう状況になったら、お互いがね、いや、あいつ早くやられろ、みたいな。ね。あいつやられろ、やられろ、みたいでさ、なんか隠密するのかもしれないですね。あいつがやられるまでは、絶対に見つからないぞ、みたいなね。さあ、ここは一生懸命探していきましょうと。もうこの繰り返しなんよね、ほんとね。で、ブライトが、ほんと巡回がね、巡回速度がものすごく強いですね。速い。やっぱりこう、巡回の速いキラーってやっぱ強いですよね。ブライトは大会とかでもよく使われるキラーなので、まあ、今後ね、今年も多分夏の、公式大会とかあると思いますんで、まあ、ブライト
めちゃくちゃね、うまい人出てくるんじゃないですかね。まあ多分だけども、ケジさんは使わない。僕は使わない。多分ね、わかんないよ。もしかしたらね、もしかしたら、ゲジさんブライトとかでね、出るかもしれないですけども。まあこれはもうね、やることがないじゃん、ほんとね。申し訳ないね。長時間配信なんですよね、これね。ごめんなさい。長時間配信じゃないな。長時間動画だな。みんな暇になっちゃうと思う。ゲジさんのこの、ブライトの走ってる姿見てさ、応援してくれ。ほんと来ますよね。だってやっと出てきたと。いやー、これほんと長かったね。あー、ほんと長かった。やっといたかと。やっと回してたかと。さあ、この人をしっかりやって、あとの一人を探していくと。で、すいません、こっからもね、また長いんですよ。また長いんで、ちょっと飛ばします。ごめんなさい。ちょっと飛ばします。はい。飛ばしましょう。行きましょう。はい。ということで、ちょっとね、動画の方飛ばしました。結局ね、最後まで、出てこないと見つからずって言った感じでね、この人は出血死して終わったと。で、あとは、ハチね、探しましょうね、と。すごいね、長い試合ですよね。お互いがもう疲れ果てますね。よし。さあ、ハッチがね、ここら辺ないんですよね。残念ながら、ハッチが出ないと。ないと。言った感じだね。反対側にあるのかなと思ったけども、ここでも逃げられてしまう。残念。はい、てな感じで今日はね、ブライトの動画でした。ごめんね。索敵がちょっと長くなってしまったんですけれども、今日は、ブライトのパーク紹介と、ブライトってどんなキラなのっていう動画でございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。